まあね、すんごい車。すんごい車。サーキット走るまで知らんかった、その車の存在。おお、そうなんだ。今回はね、スーパーサーキット南コース。ここ南コースなんですね。お邪魔してます、はい、っていうか今日走ります。おお、はい。まあね、すんごい車。すんごい車。俺、うん、もこのこう何サーキット走るまで知らんかった、その車の存在。おお、そうなんだ。見たことない車。結構レアってこと。超レアな。おお、まあ知っとる人は知っとるけど、うんうん、まあ、知らん人はなんだこれはみたいな。なるほど。はい、そんな車に乗ってみたいと思います。はいはい、じゃあ車ね、今日ね、そう、あとあのフェラーリの69歳フェラーリの、あ、はいはい、あの本田さんも来てます、はい。おー、はい、今走っとるのかおるのかはちょっと分かんないけど、あ、はいはい、ちょっとね、探していきましょう。はい、これアフレコね。はい、あれ今ほらこの白い奥のちっちゃい方、うん、ちっちゃい方、これが今日のなんだこりゃっていう車ね。これね、これビータっていうね、これあのビッツの 1500cc のエンジン積んだレーシングカー。はい、難しい。何が難しい。なんか難しい。ちょっと急遽、はい、今から走ることになりました、はい、ちょっと準備します。わかりました。よし、出して着替えてきたよ。はい、スピードメーターも何もない。あ、分かったよこれ。はい。で、何回か持ったことあるんですか。はい、スタートします。はい、今度社長ですね。そう、これ久々に乗った時の感想。どのくらいぶりだったの。何年ぶりだったか忘れちゃったな。確か1年以上だった気がする。国際 C 級ライセンス取った時に確かこの車でレースを出て、うん、C ライセンス、あの国際ライセンス取った。へえ、そうなんだ。うん、でこれね、久しぶりだから、まあまずマニュアルが操作しにくい。うん、てか右ですよね。右シフトがね。右にシフトレバーだからね。中がめちゃめちゃ、まあ、狭いし、あとまあ多分ね、結構こういうところ、まあ、ここ結構スピード乗って、まあ、怖い部分なんだけど、なんていうんだろう、結構ワクワク感あるんだよこれ。あ、そうなんですか。そう。乗ってる感じ普通の車とはやっぱちょっと違う。普通のとも全然違う。うん、やっぱりレーシングカーって感じがする。スピード的にはどのくらい出てるんですか。エンジンはビッツですね。そう、ビッツの 1500cc のエンジン。あー、ここでスピン。これね、ちょっとね、本当にまあまあね、いいタイム出とったんだ。よっしゃ、いけるぞと思ってちょっとやりすぎちゃったんだよね。まあ、タイヤ冷えてなくて、タイヤちゃんと温まってんのに。冷えてなくって、あ、温まってなくって、あの、いや、違う。どっちどういうこと。ごめん、タイヤ温まってるのに、うん、行き過ぎちゃってああやってスピンするよ。ことほんとワンミスでもああいう風になっちゃう。なりやすい。なりやすい、スピン
ピンはしやすい。もうでも結構みんなくるくる回ってましたよね。アンチロックブレーキってね、 ABS っていうアンチロックブレーキもついてないし、うん、トラクションコントロールシステムもついてないと思う、うん、右足がやばい。え、右足が水槽とかってこと。そうそう、ギアがそこなんですね。そう、ギアがね、なかなか2に入ったと思ったらニュートラルになった。右足がさ、やばい、釣りそう。釣りそう。そんなに右足、力入れなくてもいいんだよ。準備体操せずに行ったからさ。いや、ちょっと急遽すぎましたね。足が。あれさ、一応ちゃんとあれ、前に走っとるはずだから、うん、そんなにいいと思ったけど、なんか今日改めて走ったら難しいな。多分なんかに乗り慣れちゃってるからじゃない。FE とかやっぱ FE とどっちか走りやすいんだろうね。そう、全然 FE のあちらで。あなた、あ、そうか。私は、あの、多分だから、ビータの乗り慣れとるからね。あ、いや、あ、そうや。私はエンジョイに乗り慣れてるんですけど。あ、そうなんだ。ビータの方がちょっとゆっくり、曲がゆっくりというか、滑り出してくる感じがします。そうか、そうか。FE の方がキュッとくる。どっちだ。楽しいのは、楽しいのは FE。だよね。じゃあ、ビータはもっと、ナチュラル。あ、乗れるじゃん、あやちゃん。本当ですか。本当、本当。じゃあ、どうですか。エンジョイとビータ、どっちが乗る。え、エンジョイの方が分かりやすいです、動きが。ビータの方が、なんか、突然なんか、動くんで。なるほど。いろんなことが起きます、ビータは。え、フリーだな、あやちゃん。なんか、急に話飛んでる気がするんで。まあ、でも、人による意見にもあるかもしれない。まあ、そうですね。これ、本田さん。本田さんですね。本田さんもすごいよね。こういう車、積極的に乗るからね。まあ、好きなんですよね。そう、今、クラブマンレースって鈴鹿のね、はい、シリーズ戦、うん、で、このビータじゃんし、さっき言ったフォーミュラエンジョイの FE の車で、年間プロ参戦してた。そうなんですか。そう、この頃はまだ発展途上だったけど、うん、今やトップ争いできるまでね、成長したんですよ。これ夏前ぐらい。これ夏ぐらい。もうこっから半年後に。長くないですか。そう、むっちゃくちゃ速くなってる。これ赤いのから FE。そうなんだ。そう、形がちょっと違う。形が違うんで、エンジンも違うんです。 FE になるとフィットのエンジン。フィットの方が速い。これ赤いのがとか、今これスピンしてる。もそう、 FE なんだけど 1300cc。 フィットの 1300cc。そう、ビッツ 1500cc なんだけど、1300でも速いんだわ。見てて速かったでしょ。全然ホンダのエンジンって本当に排気量ちっちゃくても速いんだね。走りですね。で、そのもう一個なんかもっとフォーミュラーカーみたいな、この黒いやつとか骨みたいな骨踏みだけみたいな感じ。 F1 みたいな形しておりますか。ありますよ。あれはフィットの 1500cc のエンジン。乗れてるじゃないよ。乗れてるじゃない。午前と比べて走りも良くなったんじゃないの。タイムも出とったよ。あと3分ぐらい。うん、コーチ褒めとったよ。早い、本田さん。死の声でした。だんだん乗れてきたよ。だんだん乗れてきた。うん、だんだんね。さあ、今からね、本気で走るんですよ。はい。これ後ろ空いてるのをさ、うん、ちゃんとエンジンとか取れやがった。本当、正面ばっか通ってて後ろ全然取らなかったですね。申し訳ないです。ストレッチしました。ん？ストレッチしました。あ、したの。した方がいい。これ無視されましたね。いや、無視してる。ちょっと待ってください。まずね、
狭いの。狭い。窮屈。あとシフトレバーも普通と逆なんですよ。この頃まだ緊張するな、この時は。運転ドキドキ、うん、ドキドキするね。あ、そうなんだ、うん、ウイングのとこの紐、あ、それ何なんですか。初心者っていう、初心者。そうなんですか。フォーミュラーは初心者っていうの、僕はね、まだこの車ではまだ初心者だから一応初心者。あ、そういう目印なんですね。何なのかなと思ってて、これ、あー、もうこれね、 ABS、 そう、これ ABS ついてなくて、そのまま。でもこの後さ、すごいもうなんか負けじと追い返してくるじゃないですか。追い返そうになってたね。いや、負けず嫌いなものですから。あと、ここ本当はここのカーブのところで一回社長スピンしてるんですよね。スピンしてる、スピンしてる。それがね、ちゃんと取れてなかったんですよ。あ、そうなんだ。私の携帯の方では取ってて、あ、こっちとは取ってなかった。じゃあちょっとここ携帯でスピンしてみましょうかね。うん、ここね、タイムを出すときにこう重要なポイント、うん、ラインドリップを間違えると後でいっぱいツケが来る。こうさっきの連続の S 時間ね。そうなんだ、うん、で、ここも立ち上がって、ここがね、結構高速、ここ結構高速なんだ。ここさ、そう、S 字の割にすっごいみんな突っ込んでくるじゃないか、まっすぐな感じで。まあまあ速いスピードで出すと回る。ここもね、立ち上がり重視 で結構でも楽しいんだけどね、この走ってるとね。うん、そうだ、結構お尻がクリクリ動いちゃう。まあ、すごくこの車はピーキーピーキ ピーキ結構カツカツ動いちゃう。あそこ、これ課題だな。ビータの練習終わったよ。はい、それはじゃあ頑張りましょう。頑張ります。もう終わっちゃうの。締め早い。またよかったらね、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。